こんばんは。31歳看護師、がんになりましたの春日です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は術前術後の Q&A お答えしていきたいと思います。前にも同じような動画作ってるんですけれども、ちょっと撮り直ししてみたいと思います。はい、まずですね、手術は私予定入院でしたので、約2週間前から手術の準備をしてました。身長体重の測定から、口腔外科かかって、口の中の検査、歯のぐらつきがないかとか、歯石取りとか虫歯ないかとか見てもらってました。歯がグラグラしてると手術の時に相関って言って、こう口に管入れるので間違って取れちゃう時もあるので、事前に検査します。食生活とか生活の状況を問診したり、要はタバコを吸ってるとか、あとはお酒飲んでるとか、そういうところも見てくれてましたね。はい、聞き取りがありました。アレルギーとかあるないとかっていうのも聞き取りがありました。あとは採血とか CT とか全身の検査もしました。あとスパイロって言って、呼吸器の、肺機能の検査みたいなのもありましたね。はい、あと手術の内容とか麻酔についての説明とかもありました。あと入院の前日にコロナの検査の方も行いました。いろいろ検査はあるんですけれども、術前に必要な検査は一通り行いました。はい、私の場合は回復術で予定よりも大きく切りました。手術によって予定外のこととかもいろいろあると思いますので、それは事前に先生からも説明はあります。手術の時は歩いて手術室に入って、手術台に自分で寝転んで麻酔のマスクみたいなのをつけるんですよね。でその後に手首から点滴の針を入れて、そこで麻酔科の先生がこう、点滴寝る薬みたいなのをね入れていくんですよね。それが数をね先生が数えてくれて、だいたい3秒とか5秒とかそのぐらいで寝ちゃって、気がついたらもうベッドの上で手術終了してるみたいな感じでしたね。私の場合は麻酔が硬膜外の麻酔なんですけど、それが合わなかったみたいで、術後目が覚めてこう起きてみたら、その麻酔でめまいして気持ち悪くてみたいなことでたくさん吐きましたね。あとそこに関しては看護師さんにも相談をして、主治医に話してもらって、早いうちにその背中から入ってる麻酔の方は抜いてもらいました。人それぞれね、合う合わないあるので、そういう時はぜひ医療従事者の方に相談してください。術後に、ドレーンを抜くんですけども、私の場合は腹腔内とダグラスっていうところに入ってましたね。はい、腹腔内は手術した次の日にはスルッと抜きました。もちろんこう麻酔とかそういったものは使用しないで抜いたんですけど、痛みとかも特になかったですね。はい、でダグラスのやつは経過見て処置室行って抜いてました。抜く時は変な感じがしましたけれども、特に痛みとかはなかったですね。はい、でその管入ってる間はこう廃液のバッグみたいな、ちっちゃいこのぐらいのちっちゃいバッグを肩からかけてましたね。はい、ちょっとそれが邪魔だったりはしましたけど、ちゃんと廃液しないとね、体内に残ったりとかするとまたそれで感染したりとかもあるし、いろいろあるので、そういったもので管理してもらってました。はい、私の入院期間は20日かかっちゃった感じなんですけど、本来は10日程度らしいです。採血結果とかね、そういう検査の結果とか見て決めたりするみたいなんですけど、私は退院目前にしてちょっと熱が出ちゃったってことがあって、人より倍ぐらいかかっちゃいました。でその発熱した理由が、もともと子宮あった場所に液が溜まってしまったのが原因でした。はい、排泄についてです。
本来は手術した次の日あたりにおしっこの管を抜くんですけど、私はその前にもちょっとお話ししたんですけど、麻酔が合わなくてちょっとめまいがして気持ち悪くて起き上がることもできなかったんで、まあ手術の次の日に抜きました。はい、ちょっと結果的にはね時間かかったんですけども、まあ経過を見てそれぞれ個人差あるので、それを様子を見ながら、はい、状態見ながら抜いていく感じです。まあ一応トイレまでね動く時とかなんですけど、下半身にね力が入んなくって壁伝ったりとかしながらゆっくり歩きました。なんかお腹も痛いっていうのもありますけどね。で、排泄する時がすごく下腹部の違和感とかがあって痛かったなっていうのは覚えてますね。傷の痛みもあったんですけど、こう内臓の痛みじゃないですけど違和感がすごかったです。はい、腹圧がかけづらくってやっぱかけると痛かったり、なんか手すりをつかみながらじゃないと排泄できないような感じでした。はい、もうねおしっこするってことがすごい痛かったですね。で、涙を流しながらこう最初のうちは排泄してましたね。あとはしばらく出勤してたので、あの生理用品ずっと当ててました。気づくともう尿漏れしてるような感じなんですよね。はい、もう本当に自分ではわからない程度の、あの湿気がありました。でもだいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらいでなくなってきて、腹部の違和感もだんだん落ち着いてきたような感じでした。はい、よくなんですけど、お風呂は退院後の受診で先生から OK をもらうまではシャワーでした。術後の3ヶ月の検診で先生から OK が出たので、それからはお風呂のお湯にも入れるようになりました。はい、術後の傷なんですけど、手術後のねその傷、お腹の傷はだんだん薄くなってきます。今もだいぶ薄くなってきました。まあ長期的に傷の方は見ていくようなんですけれども、綺麗になってきます。手術を経験したことある人からお話を聞くと、まあ5年ぐらいはこの傷、表面じゃなくて内側の傷がやっぱチクチクしたりチクチクしたりっていうのはあったって言ってました。私もまだ未だにチクチクするので、また様子を見ていきたいと思ってます。はい、以上です。また皆さん質問とかね、あの相談とか何かあればいつでもこちらのコメント欄でもいいですし、インスタグラムの DM、ツイッターの DM などでもいいので、ぜひコメントしてください。はい、いつでも対応させていただけますのでよろしくお願いします。また動画に取り上げてほしい内容とかありましたらいつでもお伝えくださいませ。お願いします。今後自分が書いたブログを動画に、こうなんていうんですかね、動画ブログみたいなやつ作ってみようかなとは思ってます。今読み返してみると結構忘れてるところもあるので、動画にできればいいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。